こんにちは。ウルトラマン Z 稲葉小次郎役の橋爪純です。ちょうどウルトラマンが放送されたのは確か小学校の1年生、だったと思うんですよね。ですからまあ半世紀ということ、あの頃のね、あのとにかく毎日ウルトラマン見て、ソフビなんていくつ持ってたかわからないぐらい持ってましたんで、でやっぱりいつかウルトラ警備隊になりたいなっていうふうに思ってたら、警備の方じゃなくて整備隊のウルトラ整備隊ですけど頑張ります。なかなかその最初ちょっとつかめなかったんですけども、やっぱりちょっと自分とは違うなと。自分どっちかっていうと明るくて、もう本当に若者と一緒になってギャーギャー騒いでしまう方なんですけども、バコさんの場合は、なんかちょっとこう離れたところにいて、たまにこう出てきて、ダンとなんかこうコンタクト取るみたいな、そういう感じなので、もう少し距離を置きながら、彼らのことを温かく見守っていきたいなと。間々にこう面白いエピソードが挟まれてくるんですけども、まあそこが見どころですね。その時の決め台詞があるんですけども、はい、お楽しみにください。そうですね、いろいろあったんですけども、 J 自分の J でいきます。ウルトラマン J、少しでもウルトラマンにあやかりたいという感じですね。ウルトラマン J、その怪獣という存在、これは人間の欲とか傲慢さとか、こういうもののいわゆる象徴だと思います。人間のそういうものがなくならない限り怪獣は現れ続ける。その怪獣を見ること、あるいはそれがウルトラマンと戦うことによって、いろんなことをね、子どもたちに学んでいただきたいなと思っております。はい、ぜひ、25話あります。最後までお楽しみください。よろしくお願いします。ウルトラマン Z 第1話放送まであと2話。明日のカウントダウンメッセージは長島陽子役の松田里真さんです。よろしくお願いします。セブンダー攻撃開始。ウルトラマン Z が平和を取り戻すため立ち上がる。ボス、ご唱和ください。我の名をウルトラマン Z。 ウルトラマン Z。 新番組ウルトラマン Z、 6月20日土曜朝9時スタート。